藤井対河村、ここは決めた。森川キャッパー決まった。いい入りですね、アウトサイドのシュート要注意ですね、藤井決めてきた。2点ですね。いや最後しっかり狙ってましたね、早いですよ切り返し。藤井アリュープ、あー決めた。両チームオンザコートワンか。篠山からヒース、スリーポイント決めた。よく決めましたね、はい、点差ついていきたいところ。河村外に出して森川どうだ、スリーポイント決めた。今日3本目カーターです。大塚のヘルプ、その中で M1 ロバートカーターです。秋山、おっとカルファニが狙っていた。カルファニダンクです。さあ川崎がリードを広げる。川崎のオフェンス、辻ショットは決めた。藤井ナイスプレー。あ、秋山アウダー、今ナイスパス決めた。いやよくいいところでパス出しましたよ。ではこのカーターのところに行っていたところですよね。そうですね、なのでディフェンスも若干ずれてたので、これうまくねボールをつなぐことができましたね、はい、松田へ、さらに熊谷、藤井、大塚、ゴールキーパーの3ポイント。山は振って熊谷スリーポイント、あはだー、おー決めた。川崎がやられたものを横浜も同じことをやられてしまったということなんで、やっぱりボール前へのプレッシャーのところだと思いますね。ラインなどもなし、あーゴールした、ヒーサー。さあ残り2分、おー出てきた。さあカルファニに入ってアウダがいった。えここはカウントですよね、はい、ここで勝負ありということになりました。最終的には92対65、一旦は横浜点差を詰めましたが、そこから